皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの甲田美穂子です。大人のウェブマガジンモックの動画番組フィフィのアラビックスタジオ、メインキャスターはもちろんフィフィさんです。はい、今日もよろしくお願いします。では改めてゲストをご紹介いたします。杉谷千佳さん、アーランジュベリーダンススタジオからお越しいただきました。ベリーダンサーとして活躍する傍ら、ベリーダンスフィットネスを開発した日本のベリーダンス業界のパイオニアでいらっしゃいます。どうぞ今回もよろしくお願いします。もうワーオーという感じの ね、全身見るとまた素敵ですね。前回座りだったので、ね、全身に見えなかったですけど、ね、視聴者の皆さん、うん、お待たせしましたという感じで、ベリーです、ね、これがベリーです。これがベリー、そうですね。すみません、私もさっき衣装ちょっとつけてみようと挑戦したんですけど、はい、サイズが合わない問題になりまして残念しましたが、楽しみだったのに。ただ即席ですぐ、はい、こう教えてもらいたい人っていうのも、はい、コツもあるらしいんですよ、はい、必ずしも皆さんこういった衣装で、はいはいはい、突然こう実践にこう行かなくても、うんうんうん、はい、できる方法を、はい、そうなんですね、はい、教えていただけるというの、そんな小技もじゃあ後ほど教えていただけるということで、はい、スカートがロングスカートですけれども、はい、こう踊る時にはここが割れて、そうですね、足がちょっとね、シャッと見えるところがまた動きやすさを提供してます。セクシーしたと、ね、あと先生今日は裸足なんです、うん、あ、そうですね、裸足だ、はい、本当だ、踊りやすいようにちょっと裸足で、裸足で踊られる方もいれば、裸足じゃない方もそうですね、靴を履いて踊る場所もあるんですけど、うん、なるほど、どっちが踊りやすいですか。そうですね、踊りによってやっぱりこうね、変えてるんですけれども、はい、今日はちょっとね激しめでいきたいと思って。どんな曲で踊られる。ヘルはイラバーディーっていう曲で、はい、オリエンタルのルーティーンの曲なんですけれども、はいはい、今日はねちょっと撮影に若干短いんですけど、はい、1曲の中でたくさんこうリズムが変化していくような曲で、うん、とても盛り上がる、うん、ショーのね最初に踊られたりするような曲になります。結構、うん、演目によってかなり曲調の違うものを、曲っていうのはベリーダンスってありますね、同じような曲でみんな踊ってるわけではなくて、全然歌詞が入っていたり、うん、はい、歌手の方が歌う歌詞が入っていたり、うん、全然音だけのものだったり、そうなんですね、はい、あと私、はい、皆さん知らないかもしれないけど、うん、ダンスってアラブでは、はいはい、さすがアラブ馬の国だけあるなと思うけど、うん、馬に踊らせたりもするんですよ、馬、だからそれをベリーダンサーさんが馬っぽく、はいはい、馬の踊りをベリーダンサーさんがあえて馬の、はいはいはい、なんて特徴を捉えたような踊りをするとか、はい、サイディーっていうサイディ地方 の、うん、サイディーステップっていうのがあって、こうちょっとね足を上げたりとか、なんか見たことあるようなようなこういうことよ、はい、私みたいに馬面が踊るってことで、馬っぽく踊る、ふがふがって踊られるそういうことですよ、はいはい、サイディーっていうんですか、はい、それサイディーっていうのはサイディーっていうのはエジプトの地方、はい、田舎の意味です、うん、田舎のことをサイディーっていうんですか、はい、田舎の地方の人たちを、そういう地方があるんですけど、実際に地名であるんですね、はい、彼らは結構田舎を象徴するような、結構ノクタっていうジョークとかがあって、その中で主人公になるのも、はい、カイロの人と田舎の人っていうのの、こうなんていうのジョークを、はい、田舎の人がカイロに来たばっかの時に経験するようなことをジョークにしたりして笑うんですけども、その時に登場するのがほとんどサイディさんたちなんです、うん、あ、そういうことなんですね。本人たち嫌がってるかな、はい、どうかわかんないけどでもまあちょっと代表してるんですよ、ね、はい、特徴的な、特徴的な文化を持って生きてらっしゃる、はい、そうですね、このヘルバイラバディというのはどういう意味なんですか、はい、意味は、うん、多分フィフィさんの方がお越しかなと思うんですけど、どんな曲なのかな、どうかな、曲のその全然その意味がわからないので、どんなヘルバイラバディ、太陽とか明るいみたいな、あといいとか可愛いとかですね、意味ですよね、そういいよいいよって、はい、少しさっき私がちょっとここで、うん、メイクしてる時に聞こえてきたんですけど、はいはい、かなりこのいいよいいよその踊りいいよとか、うん、その動きいいよっていうようなことを連呼していたので、はいはいはい、かなり多分ダンサーさんからしたら盛り上がるような、そうですね、アイニングが入る上げ上げな感じですね、そんな感じの曲で、最初の曲だと思います、なるほど、悲しいとかそういうのでは3つさえありません、もうなんかウキウキしてくる感じの曲なんですね、そういう曲多いですよ ね、ちょっとこう気分テンションが上がるとか、テンションが上がる曲が多い、そういうの歌も多いですよね、そうね、好きだと、ただ愛しなんていうの、悲しい系のはあまり、うん、ないですね、好きだ好きだ好きだで終わるとか、へー、
じゃあこう情熱的なこう本当気分上げ上げの曲が絶対的に完全に祭りみたいに、ま、ただノリノリとことがいいですね、はいはい、なるほどそうなんですね、じゃあ早速その上げ上げの、ヘルワイラバディをですねこれから実際に踊っていただきたいと思いますので、はい、頑張ります杉谷さんスタンバイをお願いいたします、はい、よろしくお願いします。楽しみだ。さあ皆さん楽しみにしててくださいね。私もスタンバイしに行こうと思います。あ違う。さあいよいよ実践編ということで今まずはあの杉谷さんに踊っていただくんですが、はい、その後ヒフィさんにも踊っていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあちゃんと見とかないとね。そうですよ。しっかり絶対そんな踊り踊れないと思うけど、でもできそうですよね。ヒフィさんいきなり言われてもなんか。ではいよいよ準備が整ったようですので、では早速杉谷さんにベリーダンスの実践編ということで踊っていただきたいと思います。杉谷さんどうぞ。
ら痩せますね、うん、そうですね、あのやっぱりね、そういう努力もあるというね。話した最後の方の髪を、うん、はい、電磁石のように、うん、あのロックのね、あのヘッドバンティングみたいに、髪の毛ブンブンブン、何年か前から流行ってる、うん、髪の毛の間で、あ、なるほど、はい、流行りがあるんだ。もともとその技はあるんでしょうけど、はい、やる人が多くなった、多くなったっていう感じですね。あれ、振り付けってもともと決まってるんですか、その曲によって。そういうこともないんですけど、まあ、あの厳密に例えばね、このリズムだったらこういう動きっていうのはあるんですけど、やっぱり作られる振り付け作る方のオリジナルっていう場合が多いですね。オリジナルなんですか。あの大きな動きと、はい、途中腰をコロコロっとこう動かすところと、うん、やっぱりリズムにちゃんとこう、うん、合わせて振りをつけてらっしゃってるなという感じでした、うんうんうん、なるほど、うん、じゃあ結構その10人踊ったら結構10通りの、そうですね、いろいろと振り付けがあるっていう感じなんですかね、はい、そういう楽しみ方もあるんですね、はい、じゃあ皆さんさようなら、うん、じゃなくて、この後はシフィルさんにもですね、今ね、杉谷さんにも本当プロのダンスを見せていただいたんですが、ちょっとあのコツとかね、ポイントもちょっと教えていただく、はい、ね、初心者向けのね、そうですね、誰にでもできる、はい、なんとなくベリーダンスを教えていただいて、はいはい、その後皆さんお待たせしました、シフィルさんも一緒に踊っていただきます。じゃあ早速ですが、先生、そのポイント、はいはい、そうですね、はい、あのまずですね、はい、ちょっと今日はあの普通の、うん、ね、まずファッションでいらっしゃるんですよ、だって初心者でいきなりこう先生のように、本当はね、これを着ていただきたかったんですけど、もうガチの本当のベリーを出したいところなんですけど、うん、はい、ちょっとまだ私は言うけど、はい、ご存知かと思うんですけど、はい、なるほど、ヒップスカーフという、ヒップスカーフ、腰に巻いていただいて、腰骨に合わせて巻いていただく、はい、あのベリーダンスの練習用の道具なんですけれども、かわいい、これ結構見ますね、はい、皆さんね、あの練習の時はつけてらっしゃって、はい、であの腰の普段着でもいいんですよ、はい、骨盤の位置を、私も靴脱ぎます、いきなりちょっと背がちょっと小さくなりましたけど、なんて言うんでしたっけ、この腰に巻くの、ヒップスカーフ、ヒップスカーフ、ね、はい、このジャラジャラも名前があるんですか、ジャラジャラ、これは、まあ、コインとビーズなんですけれども、なるほど、はい、そういうのもかなりついて、はい、こうね、腰の動きを確認しながら、ここですね、そうです、あ、素敵、はい、すごい似合いますね、うん、いいです、さすが、これがあればすぐに、うん、そうなんです、練習が、あなたも今日からベリーダンサー的な、はい、はいはい、それから、ちょっとね、あの骨盤こうね、基本姿勢というか、うん、お尻が出っ張ってると腰に負担がかかっちゃうので、ちょっとこう、はい、下腹をぐいっと持ち上げていただいて、だ、はい、お尻のほっぺに軽くね力を入れていただいて、この状態で骨盤をね支えていただきながらしっかり戻っていきますね、もうすでにちょっとなんか、うん、ここにき、あの力入る、ちょっと力入ってきますよね、さすがですね、はい、で、じゃあちょっと腰をこうね、アップダウンさせる動きやってみましょうか、よく見るやつですね、はい、ヒップドロップというんですけど、ヒップドロップ、はい、もう足つりそう、うん、早っ、年なんで、ね、そろそろ一歩前に出していただいて、上手です、うん、で、前に出した足の側の腰を真上にグイッと引き上げていただいて、上手です、ね、で、その腰を床に叩きつけるようにポンと落として、うん、そう、でその時に、軸足側のヒップでその腰を支えてあげるような感じ、そうなんでお尻がねこう流れちゃうと全身が動いちゃうので、うん、腰だけを動かしたい、本当に足つりそうなんだけど、難しそう、そうです、そう、すごい上手でもできてますよね、フィギーさん、そうすごい、でなんかあのポーズをね取っていただいて、なるほど、ポーズは、左手上右手横ですね、あの前に出してる足側の手を横にしていただいて、あ、なんとなくもう形になってきそうですね、なってます、そうですよね、で腰を上げて落とす、うん、上げて落とす、上げて落とす、なってきましたね、うん、あ、できるもんだ、ね、これぐらいなら、でこれヒップドロップっていう、ここだけぐらいで終わるんだったらできる、はあ、見るやつだ、でもそれができれば有望ですか、杉谷さん、うん、すごい上手だと思う、やっぱりね、何かこう思ってらっしゃる、もう疲れてるんですか、さすがあると思います、はい、はい、ちょっとあのね、このベリーダンスの代表的な、これこれシニーという動き、骨盤を小刻みに動かすんですけど、これ足どういうふうになってるんですか、ヒップシニーという動き、こう、うん、足を膝をまずねこう左右交互に足をくっつけたまんま膝を右左右左と曲げていただく、そうです、これなんですね、でこうなってる状態ですね、そうです、そうです、はい、なるほど、でこの足の動きと連動させて腰を真下に落としていくような感じなんですね、真下に、そうで膝がこう 1,2,1,2 右左で動いてるのと合わせて曲がってる方の膝の側の腰を下に落としてあげる、
あんまりねこれ頭で考えすぎるとわけがわかんなくてあでも今下がってますね、これですね。であんまり何も考えずにあの足の裏をベタッと床にくっつけたまんま、うん、こう膝そうですそうです、あこう曲げ伸ばししていただいて、考えすぎるとちょっとわかんなくなってくる。で少しずつ意識を膝から腰の方に持っていっていただくと、しっかりね腰が上半身があまり動かない状態で、うん、そうです。で腰をこう刻みであんな激しく激しく、いやでもすごい上手です。動いてきたよ、うん、はい、止まんなくなってきたすっごい疲れる、うん、ね、そうなっちゃうね、質があるんじゃないですか、うん、見てるより全然辛い、これだけで、うん、そうなんです、ね、これ毎日やったら、はい、いいですね。全然ダイエット効果が、腹筋と同じぐらいの効果あるかもしれない、うん、ありますね。びっくりした今。うわあ。そう、小刻みに動かしていただいて、これヒップシミーという動きですね。上半身はなんとか動いてないですね。上半身はそうですね。この時は特に動かさないで、まあ、手はねこのいろいろ動かせるように残しといてあげるという。残しといてあげる。下からこうね、すごい形になってますね。上げていただいたりとか、そういいですね。でこれでね曲に合わせて、うん、あの踊っていただくといいですね。はあ、そうじゃないですか、ね、あ、それをさっきので、はい、こうやりながらやってんだ、うん、こうやって、うん、そういうね動きができると、例えばねこういう場所なんかでみんなで楽しくパーティーしてる時なんか、うん、こう私ちょっと踊れるわみたいな感じで出てきていただくとすごい素敵ですよね。踊れるんですけど、うん、いいと思います。でもやっぱ上手です、上手です、うん、ステップがさすが、やっぱり一番じゃないですか、フィフィさん、ちょっとすぐマスターしましたよね今教えてもらったことないし、まあ、でも見たことがあるからでしょうね、何回も踊ってなくても、いやそれにしても素晴らしいマスターぶりでした、はい、うん、素敵でした、本当にやりたくなりました。じゃあこれをきっかけにぜひ、はい、はい、じゃあ早速ですが今もうこれでワンポイントこの用紙が一応終わりましたのでこの2個で、はい、はい、ちょっと実際にね音楽をかけていただいて、できるもんなの、できる、音楽できますか、そうですね、なんかやってみましょうか、じゃあ、はい、ね、せっかくだから真似しながら、はい、じゃあどこまでできるんだろう。じゃあちょっとさっきの、はい、さっきの曲で、ね、はい、踊っていただいたこのヘルバイラバディで、はい、ちょっとフィフィさんと杉谷さんのコラボで、はい、ベリーダンスを途中から違う踊りになってるかもしれません私だけそれも、OK、レパートリー全くないんで、はい、さあそれでは行ってみましょう。それでは杉谷さんとフィフィさんのコラボでベリーダンスです、うん、音楽どうぞ。この企画間違ってるでしょまあかなり確かなあの無茶ぶりではありましたが、どんな無茶ぶり5分やろうとしたでしょこれ突然踊りましょうって、ね、ポイントレッスンだけでいきなり5分丸々踊れて無茶ぶりもいいとこですよね、心臓に悪かった、はい、お疲れ様でした。今のでげっそり痩せたんじゃない私いやでも楽しかった楽しかったです。でもどうでした実際踊ってみて、いやもっとちゃんと本当に教わったら、うん、少しはもう少し形になったものが踊れるんじゃないかと思ったらやりたくなります、うん、お今日見た方でやりたいって方出てくるいっぱいいらっしゃると思うので、ぜひ、ね、原宿のアランジュまで、ね、お越しください。興味ある方結構たくさんいらっしゃると思うんですよね、やっぱ女性は。そうですね、なんか憧れるっていうショーとかね、うん、こう映像なんかで見てやりたいっておっしゃる方多いんで、うん、そう軽い気持ちでね、うん、始めていただければいいかなと思いますね。もう鍛えてほしいと、はい、あと本当にフィットネス効果はかなりあると思います、うん、確かにそうです ね、運動量多いと思います、うん、でもそれほどスペースいらないね、練習の時今のこういうね、はい、そうですね、腰だけ動かすだったら本当畳1畳分ぐらい ね、だからお家でできますね、簡単にね練習していただけるっていうのもいいですよね。いや楽しかった、でも、うん、脂肪燃焼効果も期待できそうですよね、はいはい、
ちなみに杉谷さん、はい、ケケさんの、はい、あの素質はいかがですか？すごいあると思います。あと最初やっぱり皆さん腰動かなくて、はい、回してたりとかする方がいたりとか、うん、全くどこが動いてるのか分かんないという方もいますね。でもすぐに、うん、あここだなっていうのを分かっていただいて、動いていただいてたんで、アラブの血が流れてるんですよ、やっぱり DNA かなっていうところはありますよね。全然踊れてない、でもこんなになっちゃって、こんなになっちゃって、日本の踊りになっちゃって、いやでも DNA がきっとあるから上手です。多分すぐにマスターするんじゃないですか、うん、おすすめです。でも皆さん、うん、多分皆さんの、うん、ダンスを通じて、ベリーダンス通じて、はい、なんか美っていうものをもう少し追求しよう、はい、したりもするんじゃないかなって思えるぐらい。先生見てたら分かるでしょ、全てが美しい、ボディーラインですもの。いや、待ってます、うん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。じゃあ今日はヒューヒーさんがこれからベリーダンスを始めるきっかけになった回と、はい、3日もずですもう期待して待っていたいと思います、はい、いつまで続くのやらですけど頑張っていますね。はい、はいはい、ではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、今日はねもう杉谷千佳さんにもう本当に素敵な魅惑のねベリーダンスをもうたっぷり見せていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではそろそろフィフィのアラビックスタジオお別れの時間です。次回もお楽しみに。コン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 